よーし、やってっか。こんにちは、犬たぬきです。はい、というわけで今回はですね、レッドストーン講座第16回です。で、何をやるかっていうと、パルサー回路だね。うん、パルサー回路って何かっていうと、一瞬動力をね、送る回路なんですけれども、まあ、結構ね、いろんな場面で使うと思うんですよ。はい、というわけで今回は、まあ、よくね、使うパルサー回路の解説をしていきたいと思います。じゃあ最初はこれです。まあ、パルサー回路って言ったら、これがね、一番有名なやつかなって気はするんですけれども、ブロックにレッドストーンの松明を置いて、でこっち側にはね、レッドストーンリピーターを1回クリックしておきます。でさらにブロックにレッドストーンの松明で、ここにね、レッドストーン 1,2,3 箇所貼るっていう感じです。でどういう動作が起きるかっていうと、このレバーで動力をオンにした時に一瞬ね、ガシャンって動いて、でまた消えました。でさらにこのね、レバーをオンの状態からオフにするときは特に動かないっていうね、はい、これがパルサー回路の基本になってきます。でこれなんでレバーをね、オンにした時に一瞬だけね、動力を出すことができるかっていうと、まず最初、基本的なこの最初の状態はレッドストーンの松明が消えています。でこれなんでレッドストーンの松明消えてるかっていうと、この横のね、レッドストーンの松明が動力をビーって送ってきて、でこのね、ブロックを動力源ブロックにしてるからです。はい、でこの状態で動力をオンにするとどうなるかっていうと、まずこいつが消えます。このレッドストーンの松明が消えることによって、でこのね、動力が消えるんですよ。でこれがね、 0.1 秒後に消えるんですけれども、さらにその 0.1 秒後、つまりこれ 0.2 秒後に動力がこの横にね、レッドストーンリピーター越しに来るわけですよね。でそうすると結局 0.1 秒間はつくんだけれども、その後ね、横から動力が来るからまた消えるっていうことで、一瞬でね、消えるっていう動力を作ることができます。はい、これがパルサー回路の基本でした。で次はオフパルスってやつを紹介したいと思います。はい、でオフパルスっていうのが何かっていうと、さっきの逆だね。基本的には動力がね、出てるんですけれども、オンの状態なんだけれども、レバーを1回ガシャってやると一瞬ね、動力がオフになるっていう、そういうのをオフパルスって言います。でオフパルスのね、作り方は結構簡単で、レッドストーンの松明を2つね、使うことでできます。まず最初にここにね、ブロックの上にレッドストーンの松明を1個置いて、でさらに横にね、ブロックの上にレッドストーンを置きます。でその後このレッドストーンの松明の上にもう一つね、ブロックを置いて、でこの横にレッドストーンの松明を刺します。そうするとどうなるかっていうと、まず最初このレッドストーンの松明のね、影響でこいつが光ってるから、ここはね、動力が最初は常にオンになっています。でこの状態でレバーをガシッと下げると、このレッドストーンの松明、下のレッドストーンの松明は消えるんですよ。だから一瞬ここのね、動力は消えるんですけれども、そうすると今度は上のね、レッドストーンの松明がつくようになるんで、結局一瞬だけ動力がなくなって、でその後ね、また動力がつくっていう、そういう状態になります。はい、でこれとね、全く作りは一緒で、ちょっとだけ配置がね、変わったのがこっちのパターンです。まあ下にね、ブロックを置くか、この斜めのここにね、ブロックを置くかの違いです。でどっちをね、使うかは場合によってね、変わってくると思うんで、まあ一応ね、両方覚えておいてください。ブロックのところにレッドストーンの松明を1個刺して、でさらにその左上だね、ここにもう1個ね、ブロックを置いて、でレッドストーンの松明をもう1個刺します。でこの下にここにね、レッドストーンを置いてあげると、横からレッドストーンの松明の影響も受けるし、上からもね、レッドストーンの松明も影響を受けるんで、これでね、オフパルスっていうのが出来上がります。まあやってみよう、ガシャンガシャンと。はい、こんな感じになります。であと他のパターンとしては、まあこんな感じにね、レッドストーンリピーターを使ったやり方もあります。でこれはね、さっきとはちょっと違うんですけれども、何が違うかっていうと、動力をオンの状態からオフにした時に一瞬ね、オフパルス信号が発生するっていう、そういう仕組みになってます。よし、じゃあそしたらこいつのね、説明も簡単にしていきたいと思います。でまずは基本的な状態は動力がオンになってる時です。はい、でオンになってるとどうなるかっていうと、このレッドストーンがついてるからピストンは伸びた状態になってます。でこの状態でレバーをオフにするとどうなるかっていうと、まず最初に遅延なしでこのレッドストーンがオフになります。そうだから1回ね、ピストンは下がります。ただそれとね、同時にこっちの後ろ側のね、レッドストーンも消えるんで、 0.1 秒遅れて、このレッドストーンリピーター 0.1 秒遅れて、ここのね、動力も消えるようになります。でこの動力が消えると、この中にね、くっついてるレッドストーンの松明っていうのが光るようになります。でこのレッドストーンの松明が光るっていうことは、結局ね、ピストンが伸びてるってことになるんで、まあ、最終的にどうなるかっていうと、1回ピストンが縮んで、でまた伸びるっていうね、そういう回路になります。だからオフパルス信号になります。であと覚えておく形としては、まあ、こういう形もあります。
はい、これは動力がオンになった時に一瞬ねオフパルス信号になります。じゃあねこいつもなんでなるか一応解説しておきましょう。でまずは動力がオフの状態です。この時はレッドストーンの松明がついているんでここはね動力オンになっています。でこの状態で動力をオフにするとレッドストーンの松明は消えるから一回ね下がるんですけれども、それと同時にこっちの下のねレッドストーンがつくようになって、でここにね一回クリックしたから 0.2 秒遅延を遅れてこっちにね動力が来るんですよ。だから結局オフパルス信号になります。はい、というわけでまあね他にもパルス信号のね作り方はあるんですけれども、まあコストね低めでかつ割とね小さい回路ってなるとここら辺を覚えておけば OK だと思います。まあただね実際これね回路の中にパルサー信号をね入れていきたいっていう風になった時はまあ大体ね観察者を使います。うん、まあ、確かにねレッドストーンの松明とかだけで出来上がる方がコストパフォーマンスはねいいんですけれども、まあ、場所を取らないってことを考えるとやっぱりね観察者の方が小さなね回路で実現できるんですよ。だからねこいつの使い方もねちゃんとおさらいしておきたいと思います。じゃあねそしたらこのね観察者を使ってパルサー回路とね同じ動きを実現させていきたいんですけれども、一つ注意点があります。それ何かっていうとこういう使い方です。こういう使い方で動力をねオンオフしたりするとこれはねパルサー回路と同じ動きはしてくれないんですよ。で何が違うかっていうと動力をオンにした時、オンにした時はねパルサー回路と同じように一瞬ねドゥアって動きます。まあここまでは一緒なんですけれども、これねオフにした時も動いちゃうんですよ。これが違い。こっちのパルサー回路はオンにした時は動くけれどもオフにした時は動かなかったよね。まあ、こっちがねパルサー回路の動きなんでこれとね同じような動きをする場合はちょっとね工夫する必要があります。でどうやって工夫するかっていうと、まあ、一番よくやるパターンとしては吸着ピストンと組み合わせる方法です。そうするとこれで動力をオンにした時だけこれはね動いて、でオフにした時は横に来るから特に動かないっていうねそういう仕組みを作ることができます。はい、でこの発想でいくとオフパルス信号も簡単に作ることができます。でどうやってやるかっていうのがこれです。はい、横にねずらしただけです。どういうことかっていうと動力をオンにした時は外れて、で動力をオフにした時に動くっていうこういう仕組みですね。まあこのあたりをうまく使っていくと観察者とね吸着ピストンだけで出来上がってしまうんで、こっちのねやつと比べてだいぶねコンパクトに作ることができます。はい、というわけでまあねパルサー信号を使うときは観察者をね使うことが多いっていうのは覚えておいてください。でただこのね観察者も観察者でちょっとね困ることがあるんですよ。でそれが何かっていうと動力が一瞬しか送られないんだよね。これもう少し長めの信号を送りたいっていう風になったときにこの時にね困ります。で例えばねこっちのレッドストーンリピーターをね使ってる方だったらこの間ブロックとブロックの間のレッドストーンリピーターをね増やしてあげて、でこれね適当にレッドストーンとかでつなげてあげれば、そしたら長めのねパルサー回路っていうのがね出来上がるんですよ。どういうことかっていうとこれで動力をオンにします。そうするとちょっと長くなるよね。うん、これがねレッドストーンリピーターあれば実現できるんですけれども、こっちのこの観察者をね使ってるやつではできません。でその場合は遅延回路っていうのがね必要になってくるんで、まあ、次はね遅延回路っていうのを解説していきたいと思います。じゃあね遅延回路の一つ目の例として、まあ、こういうのがねあります。レッドストーンコンパレーターが真ん中に入っていて、でレッドストーンレッドストーンレッドストーンです。でこの状態でこういう風にねガシャンと前に押し出してやるとちょっと長くなったよね。もう一回やってみますか。この状態で前にやってあげるとちょっと長くなりました。でこれ何が起きてるかっていうと動力をオンにした時にじわーって消えてってるんですけれども、これね動力がここで15で入ってきます。で15、14、13でレッドストーンコンパレーターを1回挟みます。で1回挟むと 0.1 秒の遅延が発生して、で15、14、13で来たからまた13で動力を吐き出します。でまあそんな感じで13、12、11で 0.1 秒遅延、11、19で 0.1 秒遅延っていう風にやっていくと、これがね動力ゼロになるまでに遅延がね何回か入ることによって遅れるっていう風なねそういう仕組みになってます。でこれがね遅延回路なんですけれども、さらにこの遅延をね伸ばしたい時は例えばねこういう形のもあります。まあちょっとね動かしてみますか。はい、動力をオンにします。そうすると伸びて、でちょっと時間経ってピストンが縮みます。でこれは何が起きてるかっていうと、ここでね動力15で入ってきて、で15、14で 0.1 秒遅延、14、13で 0.1 秒遅延、13、12で 0.1 秒遅延っていう風になるんで、こっちのねやつと比べてレッドストーンコンパレーター入る数が多いんですよ。そうだから遅延も長くなります。
ただ一つ注意点として、ここね必ず1回クリックしたレッドストーンリピーターを入れてください。でこれね普通のレッドストーンとか、あとはねクリックしない状態でやったりするとうまくいかないんですけど、こういう風になってしまいます。ピカピカ光るんですよ。でこれはね観察者の動力が一瞬すぎるからこういう風になってしまうんですよ。だからレッドストーンリピーターはねこういう風に1回クリックした状態でこういう風に使ってください。はい、でさらに遅延回路を伸ばしたいとき、その時はどうするかっていうと、この右上の部分、これをレッドストーンじゃなくてブロックに変えてください。そうするとこういう風にねガシャってやった時に、はい、オンになりました。でだいぶ時間経ってでオフになります。でまあこれもね、なんでこういう風になってるかはさっきと同じで、ここレッドストーンだったのがブロックに変わったわけだから、これね動力が1個下がるってことがなくなったわけなんですよ。だからこっちの方が伸びてます。でただこれはね一つ注意点として、じゃあこの調子でこっち側もねブロックにしてしまえばさらに伸びるんじゃないかなっていう風な気はするんですけど、これは消えなくなっちゃうんですよ。そりゃそうだよね、動力15で吐き出して、で動力15で取り出すってことをずっと繰り返してるわけだから、これはね動力が下がっていかないんでできません。まあこんな感じかな。観察者のね欠点である一瞬しか動力をね出さないっていうのは、遅延回路をねうまく組み合わせることによって解決してあげてください。はい、というわけで今回はパルサー回路の話をして、でプラスね遅延回路の話までしました。まあ、使う場面がねたくさんあると思うので、ぜひ覚えておいてください。もしよかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。